はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、リンゴ酢にあるものを混ぜるとみるみる痩せて元気になる、まあ、逆に言うと元気になってみるみる痩せると言った方がいいかもしれないですね。リンゴ酢ダイエットについてお伝えしたいと思います。リンゴ酢ダイエットって今結構 YouTube でもいっぱい動画上がってるじゃないですか。はいはい、まあ、それのもっと効率いい方法がある。そうですね、やっぱり吸収も良くなりますし、排泄も良くなる、そして循環が良くなるって形になりますから、やり方としては朝一杯飲んでいただくっていうことがすごく大切になりますね。なんでそもそもリンゴ酢ダイエットで痩せるのかっていう話になるんですけども、グリコーゲンの話になります。グリコーゲンって何ですか？グリコーゲンというのが結構ね、これいっぱい YouTube 調べてみたんだけど、グリコーゲンとダイエットについての話っていうのがめちゃめちゃ少なくって、グリコーゲンっていうのは何かっていうと、我々の体に入った糖を肝臓と筋肉に蓄える物質ですね。これが糖をそのまんま血中に濃度を高くすることも低くすることもできないので、一回インスリンによってグリコーゲンを作るんですね。グリコーゲンをたくさん作ってたくさん筋肉に溜め込んでおくと、血糖値は少しずつそのグリコーゲンを使って1日エネルギーが持つっていう形になります。このグリコーゲンがインスリンによってできる。血糖値が高くなりすぎるとインスリンを使い果たしてしまうので、グリコーゲンを作ることができなくなってしまう。要するにエネルギーの枯渇が起こってしまうために、みんなわーって糖の欲求が強くなってしまうっていう話になりますから、とにかく我々はグリコーゲンを筋肉や肝臓に貯めるということが一番大切になるんですね。そのためにインスリンを使うって話になるんですけども、欧米人はこのインスリンの働きがめちゃめちゃいいので、グリコーゲンをめちゃめちゃ貯め込みやすいんです。だから筋肉質だったりおデブさんだったりするんですけども、筋肉以上の肝臓以上の貯められたグリコーゲンは脂肪に変換させられるので、欧米系のバーンとしたおデブさんはインスリンが多くておデブさんになっている。それに対して日本人のおデブさんはインスリンを使い果たしておデブさんになっている。要するに油なんかがいっぱい飽和してインスリンが使えなくなって、余計栄養分を取ってという形になりますので、このグリコーゲンがいかに貯められるかっていうのは、マラソンなんかのねものに関してはすごく言われています。要するにいかに筋肉にグリコーゲンを貯めて持久力を上げていくかって話になりますので、我々はそんなにインスリンの力が強くありませんので、インスリンがバーンと上がるのを防いであげる、その防ぐのがお酢なんですね。ここでお酢が出てきて、グリコーゲンをどん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 作っていくのに、朝一杯のお酢がすごく効果的だってことが分かってきてる。そうなんです。今糖尿病っていうのはグルカゴンの暴走っていうことになってくるんですけども、とにかく血糖値が上がりやすいっていうことが非常に問題になっていて、空腹でも血糖値は上がります。それに対してグリコーゲンがしっかりあるってことが一番大切で、皆さんが例えば1日2日で2キロ痩せた3キロ痩せたとか言ってるじゃないですか。それってグリコーゲン使われただけなので、筋肉に蓄われてる栄養素が少なくなって、グリコーゲンは実はすごく水を溜めやすいので、筋肉内に水が多い状態になって、栄養も多い状態っていうのが、それがただグリコーゲンが枯渇すると1日2キロ3キロ体重が変わってしまいますから、その枯渇状態っていうのはぜひ防がなきゃいけないので、ちゃんと栄養を取り入れながらお酢とかを使っていただくっていうことはすごく大切になりますので、あともう一つは腸内細菌、腸内細菌の餌になります。酢酸とか酪酸って言われるものが腸内細菌の善玉菌の餌になりますし、エネルギーそのものにも変換されやすいので、酪酸なんかはそのまんま腸を動かしたりします。この善玉菌の餌がたくさん増えることによって、善玉菌の活性が強くなると、日和見菌が善玉菌の役割をします。そうすると実は感情も落ち着きやすくなりますから、イライラしなくなる、交感神経優位じゃなくなる、そして常にエネルギーっていうのが循環するようになりますから、ぜひねこれをですねやっていただくっていうことがすごく大切で、スナットなんかでもいいんですけども、蜂蜜ですね。蜂蜜をリンゴ酢と一緒に取る、リンゴ酢と一緒に取っていただくと美味しくいただくっていうことが非常に大切になっていて、糖がなんか多いんじゃないのっていう話にもなるんですけども、私たちがやりたいのはグリコーゲンをしっかりと作るって形なので、ある程度糖は入ってても OK ということです。
でそれで体に蓄えていきたいと思いますので、実際にやっていきたいと思います。じゃあ実際に作り方をやっていきたいと思います。リンゴ酢ですね、リンゴ酢大さじ1杯適当で構いません。これを筋があるところまでなのでさーっと入れて、ちょっと多すぎるぐらいですね、まあこれでも構いません。それから蜂蜜も結構な量になるんですけども、ざーっと入れていただいて、これもね別に蜂蜜自体の効果効能ということではありませんので、量は自分で調整していただければいいかと思います。これオリゴ糖なんかでも構いません。オリゴ糖なんかもとてもいいかなというふうに思ってますので、スプーン1杯分ですね、それを入れていただいて、これをただ水で割るだけでございます。冬なんかは温めていただければ、このままチンしていただければ、蜂蜜お酢レモンっていうかね、蜂蜜酢になりますから、これをよくかき混ぜていただいてっていう感じですね。まあちょっと溶けにくいのでぐるぐるぐるって回していただくと、これで OK ですね。うん、とても甘くてすっきりしたぐらいの甘さなので甘ったるくはないです。でこれを飲んでいただくと、これを基本的にもう毎朝毎日飲んだ方がいいんですか？そうですね、それによってケアをしていただくって形になりますので、ケアを一回やっていきたいと思います。食後でも構いませんけども、ちょっと運動系のケアをやっていきたいと思います。まずですね、セルフコンパッションで呼吸を整えていきます。ザーッと体の半分だけザーッと撫でて、ザーッと撫でます。ザーッと全身撫でて、顔も撫でて、ふーってるとこっちがこうすごく空気が入りやすくなりますので、一回認知したらこうザーッともう一回撫でます。よろしいですか？すごく楽になります。そうしたら今度は動かします。でこれぐらいやって、さささささってやって動かしてあげて、また慈しんであげる。足もさあ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 と撫でて、今度はこうですね。3、4、5、6、7、8、2、3、4。で、これでさあ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 。で、慈しんで深呼吸してあげる。これぐらいでいいんですよ。運動系ですね、血糖値があまり上がらないようにして、ゆっくりと上がっていけば、インスリンを使い果たすことがありませんので、反対側は認知してますので、それで OK ですね。深呼吸して。で、これでパッパッ。こうやったり、足を10回ぐらいやって、こうさっさっさっさ、これで呼吸を整えながらもう一回慈しむ、ここをずっと撫でてっていただくだけでいいですね。本当に優しく優しく撫でて、ってやるともう本当に体がポカポカして、急にお腹が減るとかそういうことも少なくなりますので、ぜひリンゴ酢とね蜂蜜を毎日でいいと思いますので取っていただいて、まあいろんなもずく酢やなんかといろいろ合わせながらやってってもいいですし、大さじ1杯ぐらいのリンゴ酢を取り入れることによって体っていうのは代謝が良くなって筋肉もつきやすくなったりしますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか？今日の動画ね良かったなと思ったら高評価ボタン、ご意見やご感想、質問などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。